森ミュージックチャンネル。皆さんこんにちは、森井奈緒です。今日はとにかくトランペットを楽に吹くためのコツについてお話をしたいと思います。もちろん私自身ももっと楽に吹けるようになったらいいなって毎日思っていますから、そんなにね偉そうなことは言えないんですけれども、おそらくこのチャンネルを見ている多くの方よりも長くトランペットをやってると思うんですよね。私がもっと楽に吹きたいっていうのと皆さんがもっと楽に吹きたいっていうのは多分段階が全然違うと思うんですよね。もちろん私も皆さんみたいに初心者だったり中級者だった頃があるんですよ。その当時よりは今の方が格段に楽に吹けるようになっていると思うので、じゃあどうやって私が今のように吹けるようになったのかとか、楽っていう感覚ってどんな感じだよっていうことをね、今日はいろいろとお伝えしていきたいと思います。楽に音が出ない原因っていうのは本当にいろいろとあると思うんですよ。私も以前の動画でいろんなお話をしてきたと思うんですけれども、そんな中で私が一番これがやっぱり多いなって思う原因が一つあって、それが何かというと、これは技術ではなくってイメージの問題なんですが、思いっきり吹かないと出ないっていう思い込みなんですよね。この思い込みって誰が言い出したのかわからないんですけど、皆さん自身ではなくて世間が作り上げてるものだと思うんですよね。皆さんもトランペットを勉強してるよっていうことを誰かに伝えた時に、その人がトランペットってすごい肺活量いるんでしょ、思いっきり吹かないと音が出ないんでしょって言われたことある人いると思うんですよ。でも実際ってそうじゃないじゃないですか。でもし思いっきり吹かないと出ないって思ってる人は、結論を言いますけど、思いっきり吹くから出ないんですよね。本当にイメージが先行していて、トランペットって確かに息がいらないわけでもないですし、力がいらないわけでもないんですけど、皆さんが思っているほど息も力もいらないんですよね。特に大人になってからトランペットを始めた人ってこの思い込みがある人多いんですけれども、身体的なことだけで言えば子供よりも大人の方が恵まれてると思うんですよ。体も大きいですし、あと肺活量も多いですよね。いい状態で吹ければそっちの方が絶対いいんですけれども、子供の方が早く上手になることって多いじゃないですか。それは若さとか肺活量とかではなくって、単に変な思い込みがないからなんですよね。大人になってからトランペットを始めたら上達しないわけではないんですけど、年齢を重ねると素直になるのが難しい時ってあるじゃないですか。私もあるのですごくよく気持ちはわかるんですけれども、トランペットは楽に吹けるんだっていう事実をね、皆さんぜひ受け入れてほしいなと思います。今までね、いろんな人にこの話ってしてきてるんですけど、やっぱり受け入れてくれない人もいるわけなんですよね。そういう人ってずっとね、思いっきり吹いたままなんですけれども、やっぱりね、上達ってね、ある程度はするんですけど、なかなかね、いい音がならないっていうのとかあるので、ぜひね、素直に受け入れていただければなと思います。私が楽に音を吹けた時の感覚について少しお話をしたいと思うんですけれども、感覚的なことなので人によって違うと思うんですけど、ある程度トランペットが吹ける人はみんなこんな感じじゃないかなと思うんですが、楽に吹けるとね、とっても気持ちがいいんですよね。なんかすごい小さな力で遠くまで音が飛んでいくようなイメージです。外で吹くとね、まさにこういう感覚を味わうことができると思います。私ね、ちょっと関係ないですけど、昔バドミントンをやってたんですよ。で、バドミントンをやってた時に羽が飛んでいく感覚なんですけど、すごいね、音が飛んでいく感覚と似てるなって思うんですよね。なんか、ちゃんとしたポイントに当たらないと、全然遠くに飛ばないんですよ。力をたくさん入れてても、すごい前の方で羽が落ちちゃうっていう感じなんですけど、うまくね、いいところに当たると、すごいね、少ない力で遠くに羽が飛ぶんですよね。音が飛ぶ感覚ってね、本当にそんな感じなんですよね。小さな力でなんかね、芯を食ってる感じなんですよね。きっとスポーツも同じだと思うんですよ。ゴルフとか、私ゴルフあんまりやったことないですけど、ゴルフとか野球とかでもね、ちゃんと球が飛んでいくポイントがあると思うんですよね。なのでね、ポイントを抑えると、すごくね、音も楽に飛んでいくっていうイメージなんですよね。上達の過程でちょっと力を抜いて吹いてみようってすると、いつも出てる音が出なくなったりっていうことはあると思うんですけれども、それでねモチベーション下がっちゃうんじゃなくって、それを続けていけばね、もっと楽に吹けるようになって明るい未来が待ってるので、ぜひね練習していってほしいなと思います。まあいきなりね変えるのって難しいことなので、まあアンブシュアとか何でもそうですけど、練習方法とかも変えると一瞬で吹けなくなる時ってあるかもしれないですけどね、もっと楽に吹けるんだっていう風にね思ってね、あの練習して、まあいつもの吹き方とね交互でやってもいいですけど、まあそういう感じでね、だんだん楽に吹けるようにしていっていただければいいんじゃないかなと思います。今ずっとお話ししている吹きすぎをやめましょうっていうことなんですけれども、これをやっていただくだけでかなり音が綺麗になる人っていうのは多いと思います。
ただこれ以外にも肩に力が入ってるとか胸に力が入ってるとか以前の動画でもお話ししましたけれども、そういう原因でも楽に吹けなくなりますし、あと唇の真ん中アッパチュアを閉じちゃってるので楽に吹けないとか、いろんな原因があると思います。トランペットはね、口の周りの筋肉をしっかり使って吹きましょうっていうのは何回も言ってると思うんですけど、これも楽に吹けるようになるためのコツじゃないかなと思います。ただね、やっぱり体を使うのね、全部筋肉なんですよね。で、筋肉って鍛えないと圧力はもちろんかかるので、なので口の周りの筋肉を使ってって言っても、それをねちゃんといい状態で継続するためには練習が必要なんですよね。筋力がやっぱりないと、ずっと練習してるとやっぱりバテちゃうので、なのでバテてもね吹けるようになる忍耐力ですよね、そういうのが必要だと思うので、口の周りの筋肉を強くしたり、あとまあ体の筋肉ねつけていく、楽にしていくっていう練習方法なんですけれども、まあたくさん練習してくださってる方もいると思うんですけどね、こういう人いるんじゃないかなって思うことが一つあって、何かっていうと、練習するじゃないですか。で、疲れるんですよね。疲れたら休憩するんです。それは全然いいんですけど、練習して疲れました、じゃあ今日の練習はこれで終わりですってなっちゃってる人結構いるんじゃないかなと思うんですけど、私としてはそれはね三角じゃないかなと思うんですよ。吹かないより全然いいんですよ、もちろんいいんですけど、なんで三角かっていうと、練習して疲れて休憩してその時点で終わってしまうと限界値がそこになっちゃうんですよね。なのでこの休憩した後にちょっと回復して、また練習して、そして疲れて休憩して、またちょっと回復して練習してってすると、だんだんね自分の限界値が上がっていくんですよ。これってもねやってて本当にそうだなって思うんですよね。疲れたとこでやめてしまうとね、なかなかやっぱりそれ以上の体力ってつかないんじゃないかなと思うんですよ。もちろんねこれもバランスがあって、練習しすぎも良くないんですけど、多分ね練習しすぎてる人ってあんまりいないと思うので、練習不足が楽に吹けない原因の人もいると思うんですよね。疲れてない時はうまく吹けるのに、なんか疲れてきたら全然音出ないんだよねっていう人は、単に練習不足のこともよくあると思うので、たくさん練習していただくとちゃんといい状態を保てる筋力っていうのがついてくると思うので、皆さんぜひね一生懸命練習していただければなと思います。あと最後に、これちょっとね上級者向けの話かもしれないですけれども、私が最近経験したことで、マウスピースを変えると音がねすごく良くなったりとか、あと吹いてる感じが楽になったりとかっていうこともあると思います。やはり人によって唇の形が違ったりとか息の量も違うので、なので合うマウスピースって人それぞれだと思うんですよね。なのでマウスピースがね合ってないってことは、あの往々にしてあると思います。私も今使ってるマウスピースってまだ吹き慣れないので、前のマウスピースの方がね吹きやすい時もあるんですけど、けど音色に関してはやっぱり今新しくしたマウスピースめちゃくちゃいいんですよね。長年すごく悩んでたんですよ。なんで私の音こんなに暗いんだろうなっていう風に思ってたんですけど、マウスピースを一つ変えることですごくねあのキラッとした音になったというか、あと吹いてる感じもね楽になるというか、なんかそういうね新しい感覚を経験することができたので、なのでマウスピースをねいろいろと試してみるっていうのもね楽に吹けるようになる、まあ、一歩かなっていう風に思います。さて皆さんいかがでしたでしょうか。この動画が役に立った、面白かったという方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日は以前お話しした話も含めて、今日新しく話したこともあると思うんですけど、皆さんの練習のお役に立てれば幸いです。あとクリスマスの演奏動画まだ募集してるので、皆さんぜひね応募してくださいね。私なんて初心者だからできませんって思わなくて大丈夫なので、誰でも気軽にね参加していただければなと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。モリーナウでした。バイバーイ。 Now モリーミュージックチャンネル。Hello everyone! 皆さんこんにちは、モリーナオです。モリーナオミュージックチャンネルでは、トランペットレッスン、演奏動画、様々な音楽活動について配信しています。No trumpet, no life!